前回の動画では首都プライアと世界遺産シダデベリアを旅したのだが、これらはサンティアゴ島のほんの一部。この日は島に住む人たちが口を揃えてお勧めする北部タラファルを目指すことになった。今回の旅の最終目的地はタラファルだが、それだけで帰ってくるのは少しもったいないということで、ガイドのブルーノが気を利かせてくれて、プライアとタラファルの間にあるおすすめスポットにも連れてってくれることになった。まず最初に向かうのは島の中部にあるエコセントロ。ここではカーボベルデ特有の固有植物や珍しい動物などが管理されている。敷地内に入ると動物たちが僕たちを迎え入れてくれた。彼らの多くは固有種もしくは絶滅危惧種で、怪我などの理由で保護をされ、この施設にやってきたらしい。動物ゾーンの先にあるのは植物園だ。基本この島で採れた珍しい花が育てられている。これはマラクジャと言われるカーボベルデのパッションフルーツ。カーボベルデ人の大好物で、アイスやジュースもマラクジャ味のものは人気が非常に高い。酸っぱい、うん、味が酸っぱい。種がこう中にあるんだけど、種もね食べるらしい。続いてバスが向かったのは第2の都市ソマーダ。山間部にもかかわらず数多くの住宅が立ち並ぶ。展望所から街を眺めると、首都のプライアにも引けを取らないほどの都市であることに気がつくだろう。ソマーダというサンティアゴ島で2番目に大きい町にやってきました。でここ目の前にね、メルカドマーケットがあるんだけども、すんごい活気。声がすごいね。声もすごいし、人もすごいし、物もすごく多くて、久々にアフリカ感をねすごい肌で感じるというか、思い出してる。でなんかここはなんだろう、パッと見だけどカーボベルデの人っていうよりかはセネガルとかそういうそちら系の西アフリカの方々がね多い気がします。ちょっと見ていこうか。この街を一言で表すならカオスという言葉が似合う。首都のプライアと比べても人々から発する熱量は桁違いだ。きっと戦後の日本もこんな感じだったのだろうななんて考えながらメルカドを歩く僕たち。なんと鳥は生きたまま売買をする。はい、次はこの島の一番北にある町タラファルにやってきました。この町は見てね分かる通り、すごいもう海が綺麗で、観光客の人たちもねこうやって海に来て、今1月なんだけれども冬の時期でも泳げるっていうような海です。で海が目の前なので漁師さんもたくさんいてね、使うボートとかがずらーっと並んでます。で私たちは今もう2時半過ぎたので、やっと今からお昼ご飯を食べようと思います。パスタ美味しい。めっちゃねなんかボリュームもすごいし、魚介がいろんな種類入ってて、その中にねパルセーベスっていう私たちの大好きな亀の手が入ってます。珍しいね。ね、すっごい珍しい。しかもなんか中身じゃなくて殻ごとっていうのかな、入ってるからなんか斬新だよね。確かに。はい、ツアー中なんですけど、ツアーガイドさんがいきなりなんかじいちゃん家がおじさん家が近いからちょっと寄ろうっつって、小さな町にやってきました。なんかグロック作ってんのかな、グロックちょっと今から飲みに行こうっていうことで、ツアー中なのに今からお酒を飲みに行こうと思います。初対面のおっちゃんは挨拶代わりにカーボベルデ流のタバコの吸い方を教えてくれるという。おお、タバコ。僕がくしゃみをしつつもタバコを鼻から吸ったところを気に入ってくれたらしく、家に招待してくれることになった。今からおじさんの家をお邪魔しようと思います。おじさんはサトウキビ畑で働いていて、グロックというラム酒を自宅で製造しているらしい。これはこのおっちゃんのグロック。グロックブリガード、作ったやつ作ったらしいです。すごい、うん、うまっさっバカがNo, no, it's true, it's true, it's very good. The other one is very strong from the other island. This is very smooth. Yeah. How percent of the alcohol? 30% alcohol. やばい、これマジでうまい。こんなにうまいグロック初めて。I think it's like 39.Not more than that, but usually it's 40%. Very smooth. Yeah, very smooth. Yeah. マジでうまい。これはね、びっくりするぐらいうまい。うん、美味しい。サブ。本当に違くない？全然来ない。強いけど、いつものグロックよりも全然弱いし、甘いっていうか、なんだろう、芳醇な感じ、なんか流れていく感じはちょっと日本酒の感覚があるよね。そういう感じ。ふわーって香りが残っていく感じ。マジでうまいわ。この日の最終目的地はおじさんの家のすぐ近くにある小さな集落、リベラドス。リベラドスの意味は反逆者。かつて宗教的な対立によって都市部から追い出された人々がここへ移り込み、やがて村を形成した。長年鎖国状態であったことから、カーボベルデで最も原始的な生活をする人々が残っているが、同時に若者が不便を嫌い都市部へ流出するなど、村の存続が危ぶまれている。ということで、今回はサンティアゴ島の北部を紹介したのだが、いかがだっただろうか。前回のプライアとは360度異なり、北部には先進的な都市はなく、ここがアフリカであることを実感するシーンが何度も訪れた。その後再び首都プライアに戻った僕たちが次に向かったのは、なんと首相官邸。一体なぜ？首相と驚きの約束をしたって本当？この続きは次回の Vlog にてご紹介します。クレイジーハネムーン史上トップクラスの大ニュースを見逃さないためにも、チャンネル登録とベルボタンをポチッとお願いしますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。